ションから工事まで徹底的に作り込まれた写真がこれまでにない予測写真の世界。緊急時における安全設備についてのご案内をいたします。前方のキャビンクルをご覧ください。ただいまに本日運行エアバス A320 型機の安全設備についてご説明いたします。 Z スターを頻繁にご利用のお客様もどうぞ機内安全の説明をよくください。離着陸の際だけでなく突然の気流の変化に備えまして、シートベルトは常時腰の低い位置でしっかりと締めください。シートベルトは先端の金具をバックルに差し込んでお締めください。電話を引き上げると外れます。突然の切れ目変化によりまして機体が大きく出る場合がございますので、着席の際は常時シートベルトを締めいただきますようお願いいたします。座席のポケットには安全のしおりが常備されております。これには安全線をはじめとした緊急時の大切な情報が記載されておりますので、離陸前によく読みください。エアバス A320 型機には非常口が8カ所設置されております。キャビンクルーが位置を示しますので、最も近い非常口の位置を確かめください。万一視界が悪くなった場合に備えて、お座席から非常口まで座席が何列あるかをご確認ください。またキャビンクルーは非常口までの経路を示す発光テープの位置もご案内しております。機内には救命ボートとスライダーとが設置されており、緊急時にはキャビンクルーがこれらを操作いたします。万一避難の必要が生じた場合、手荷物は全て残したままキャビンクルーの指示に従い速やかに避難してください。客室内に酸素が必要な状態になると自動的に酸素マスクが出てきますので、手元に引き下ろし速やかに鼻と口を覆い、ストラップをしっかりと締めてください。酸素が正しく供給されていることを確認してから、お子様やライフの方々の着用を手伝ってください。救命胴衣は座席の下のすぐ手が届く位置に備え付けられています。緊急時には頭からかぶって着用し、体の前でバックルを止めて紐を締めてください。救命胴衣には膨らませるための赤いタグ2つと、膨らみが足りない場合のマウスピース、さらに救助の際に注意を引くためのライトと笛が備わっています。救命胴衣に気が出るまで膨らませないでください。離陸の際は座席の背もたれ、テーブル、アームレストを元の位置に戻し、窓の表記を完全に開けてください。最後にシートベルトが腰の低い位置でしっかりと締まっていることをご確認ください。機内の安全に関する案内及び表示は全て航空法により順守が義務付けられています。機内の備品に不正に手を加えて無断で持ち帰ることは法律的に知られており、罰金または起訴の対象となる場合がございます。機内は化粧室を含め全面禁煙で各所に煙探知機が設置されております。説明いたしました。について何かお不明な面がございましたらキャビンクルーにお尋ねいただきますが、ザスポケットにございます安全のしおりでご確認ください。また皆さん、まもなくいたしますと離陸に際しまして機内の照明を暗くいたします。お手元の明かりが必要なお客様は頭上の読書灯をご利用ください。
機内販売ジェットスターカフェを開始いたします。詳しい情報は小田崎前にございますシートポケットジェットスターカフェメニューをご覧ください。ジェットスターカフェメニューではお得なセットもご用意しております。クロワッサンのサンドセット、ホットドッグセットなどお飲み物と一緒に注文していただくと得なセットがございます。どうぞこの機会にジェットスターカフェをご利用ください。
の大型カバンは車輪から先に頭上のロッカーにご収納ください。頭上のロッカーにお手荷物収納する際は一歩内側に入りいただき、後ろ